SD ガンダム英雄伝はコミックボンボンで連載されていた漫画作品を及びワンダースワンとプレイステーションで発売したゲーム作品プラモデルとの連動企画でもあった漫画版は時田光一が担当しコミックボンボン2000年9月号から2002年7月号まで連載された騎士ガンダムシリーズの第10弾であり旧来までの世界観を一新した 完全新作となっている。本作では、MS 族は存在せず、過去シリーズに登場した SD 騎士や SD 武者と同じ形状をした騎兵と呼ばれる巨大ロボット兵器として扱われる。過去作でも、騎兵は登場していたが、伝説の存在であるなど特殊な扱いであったのに、対し、本作では、MS 同様の一般兵器として扱われている。 本作発表直前まで連載されていた SD ガンダム武者ジェネレーションとの類似が見られるが、あちらの武者が発掘兵器であるのに対し、本作の機兵はそうしたオーバーテクノロジーではなく、基本的に現在進行形で開発されている兵器である。本作はチーフプロデューサーを稲垣博文、世界設定とストーリーを千葉智博、キャラクターデザインとコミカライズを解きた。 高一が担当し、単行本語館に掲載されたインタビューでは、小学生など、リアルロボットアニメとしてのガンダムを知らない世代を対象としており、そうした世代が楽しめる、陽気し、武者の両方の SD ガンダムが登場できる世界観として、英雄伝が設定された。制作は、WS 版が先行する形で行われ、開発の進行に伴って、段階的にストーリーが解きた。 高一に伝えられ漫画版が制作されていった漫画版では、等身は低くとも、リアル思考を意識した展開が繰り広げられ、人間同士の戦闘シーンや、ドラマなども多く盛り込まれたのが特徴となっている。他にもベスパーを装備せず出撃した F91 が、火力不足で苦戦する、デビルガンダムに侵食された、ブルーディスティニーの色が変色する、騎士、ガンダムの光の翼や、 ターン A の月光町、武者ゼータが、ハイパーメガランチャーを傾向し、また、牙一体型に変形できることを利用して、窮地を脱す,するといった、リアルガンダムや旧作シリーズを意識した、様々な要素が盛り込まれている。これはときた、高一が、ターゲットとなる SD ガンダムファン以外の人にも、楽しんでもらおうといった工夫である。カード出す、カプセルトイ、WS 版、PS 版、 コミカライズとメディアミックス展開がなされ、過去キットを流用した形でのプラモデルも発売された。カード出すにはパスワードが隠されており、複数枚を組み合わせて完成したパスワードを入力することで WS 版でアイテムを手に入れることができる連動要素も存在した。本作を最後に、騎士ガンダムシリーズの展開は、新薬 SD、ガンダム外伝急性騎士伝承まで10年以上。 中断となる。また、SD ガンダム列伝、ガンダム騎士団までの漫画シリーズは復刻ボンボンとして再版されたが、本作は連載当時に出版された単行本のみとなっている。かつて、大戦と呼ばれた激しい戦いがあった。南方大陸、ザード帝国の侵略を、ラクロア王国と天宮は同盟を結んで迎え撃ち、そして2体の英雄機、騎士ガンダムと武者、 ガンダムの活躍によって平和を取り戻した。しかし、それから10年後、滅んだはずのザード帝国が再び進行を開始。ラクロア王国絶対絶命の危機に眠りについていた騎士ガンダムが復活を果たす。西方進行軍、東方進行軍、島星その他、カッコ内はモチーフとなった機体。かつてのオルドー及びマインが登場する伝説の騎兵。 戦いを重ねていったことで、スペリオル騎士ガンダムへ進化する。最終決戦時に、デビルガンダムに挑み、仲間の力を騎士ガンダムに集中させた攻撃により、デビルガンダムを破壊したがその力に耐えきれず機体は、大破。そしてターン A の力で大破した、武者ガンダムと共に復活し、最終形態となったデビルガンダムに3機の力を、合わせた攻撃、エレメントフラッシュにより、 デビルガンダムを完全に消滅させた。ときた、高一蝶、シナリオ協力、千葉智博、講段社コミックスボンボン、全5巻 ISBN978 から40億6323万 9133ISBN978 から40億6323万9164。 ISBN978 から40億6323万9270 ISBN978 から40億6323万9393 ISBN978 から40億6323万95152001年3月1日にバンダイより発売されたプレイステーション用 バトルアクション RPG ポケットステーション対応2001年3月15日にワンダースワン用ゲームソフトの武者伝説と騎士伝説の2バージョンが同時発売ワンダーウェーブを介してアイテムやパーツを通信で交換可能である2002年11月28日年発売のガンダムシリーズクロスオーバーエース RPG 本作名義で キシガンダムと武者ガンダムがゲスト参戦。ありがとうございます。